はいはい、どうも、こんにちは。今回からね、パズドラのね、ちょっと仮面ライダーコラボが来たということで、それをね、ちょっと弾いていきたいかなと思います。で、別に俺、無課金で、しかも、なんて言うんだろう。一応ね、今、無課金でも100個もらえるんだけど、とりあえず無課金でもらっただけだからさ、5回ぐらいしか弾けないっていうか、弾く気ないんだけど、とりあえずね、その5回をね、弾いていこうかなと思います。で、まあ、5回プラスあれだね、無料だね。とりあえずじゃあ、これって弾いてみようか。何が出るかな？じゃあ、あんまね、よく分かってないんだよね、俺自身。ただでもね、星6だったら、7コンボ強化3つ持ってるあいつ。で、星5だったら、まあ、割と何でもいいかなって思ってる。最高。なんか来い。あ、来た！え、来た！マジ？え？え、これ、あ、これあれだ。究極進化いっぱいするやつだ。はい。仮面ライダーブラック。これね、結構でもまあ、あ、とりあえず後で見よう、後で見よう。さっさ行こう。で、これとりあえず、5回ね、やっていこうかなと思います。これで、5回。5回だから30個、30個分。だから65になったら終わりかな。とりあえず1回目行こう。1回目。でも金も欲しいんだよね、言っても。来い。おーしよしよしよし。なんか W を取れば、ドロップがもらえるって聞いたんだけど、こいつはなんでもないかな、普通に。仮面ライダービルド。でもね、これね、よく見てほしい。この雲耐性とね、追い打ちがあるのよね。これはね、正直、強いと思う。うん、こいつは強いわ。うん。まあ解説とかさ、やっぱいろいろ思うことは、まあまた別で取ればいいかなと思ってるから、とりあえずね、ガチャをね、パッパとね、やらないと。そう。来たね、龍騎。これね、龍騎はね、やっぱね、ちょうど世代なんだよね、正直。まあいつね、いつ仮面ライダー見てたかはちょっと想像に任せるけど、龍騎はちょうど俺の世代なんだよね。でもこいつもまあ、卑劣強化4つで、しかもなんか、ね、スキルも円派ということで、割と強いかなって思うわ。レツパに採用できるっていうか。まあ、次行こう。これ今何回目だ？ 2 回目か。で、次3回目。パッパ言ってんな。ただ欲しいんだよな、7コンボ強化3つ。いやー、来ないか。そう、サブアカでもね、5回引いたんだけど、出なかったのよ。ダイヤが、そもそも。だからもうすでにね、結構割と俺は、運がいい方なんじゃないか、とね、思ってるんだけど。だってまあ、龍騎2体目っていうね。いや、でもまあ、火の烈波持ってる人からしたら割と使えるっていうか、複数持っててもまあありかなと思うんだよね。あー出ねえなー、ダイヤ。マジか。龍騎。ごめんってもう、俺の世代ってことは分かったからさ、世代だから嬉しいだけでもないんだよ。もう2体ぐらいでいいんだよ、正直。頼む。ラスト。頼むよ。ダイヤ。ダイヤ来い、ダイヤ。来たねー。来たよ。来いよ。来いよ。あ！いや。あ、違うわ。7コンボのやつではないけど、こいつもね、結構強いっていうか、俺デザインが好きなんだよね、これ。これ、見て、かっこよくないこれ、無敵ゲーマー。かっこよくないグゼード。しかもこのね、L 字？この L 字がね、結構ね、最近パズドラね、あんまりガチガチにやってたわけじゃないんだけど、この L 字がね、割と火力出るんだってことをね、最近気づいたから、これは結構ね、強いんじゃないかなと俺は思ってる。うん。まあ、ただそれだけ。まあ今回ね、仮面ライダーコラボ、こういう風に、装備になるから、めっちゃ強くない装備。これ。まあ、とりあえずね、こう装備になるってだけでも結構、コラボの中ではね、当たりだと思うから、まあね、聞いていいんじゃないかなと思うわ。うん。言っても、んで、てかまあいいか、ガチャだけでいいわ、とりあえず。なんかいろいろ語ったりするのは、また別で取ればいいから、とりあえずじゃあこれぐらいで終わろうかな。あざした。